前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。北海道179市町村紹介シリーズ、今回は道東の釧路地方編の第4弾、テーマは厚岸町でお届けしてまいります。さあ、厚岸といえば何といっても思い出すのはですね、牡蠣で有名ですね。まあ、厚岸場所で言うとですね、釧路から、奥に行くと、はい。まあ、帯広方面、札幌方面から行くと、まあ、釧路の隣にあるのが厚岸町ですね。釧路市街地からだいたい60キロぐらい、まあ、40から60キロぐらい離れているという、そういったところでございます。私、厚岸は結構ですね、馴染みがある場所なんですよね。まあ、なんでかというと、私もともと、帯広の高校で教員をやっていました。帯広、道東の中心拠点、帯広ですよね。で、そこ面白いんですけれども、特急使うと釧路県からも通えるんですよね。だから、釧路から来てる生徒が何人もいたのがすごい印象的だったんです。で、それだけじゃなくて、釧路の一本奥にある厚岸からもですね、生徒が来てて、そういうのがすごく印象的だったな、というところなんですよね。まあ、そんな厚岸町なんですけれども、私自身は、ここ、実は毎年行ってます。まあ、なんでかというと、実は厚岸町のですね、まあ、団体職員研修、実は受けたわらせていただいておりまして、なぜか毎回行かせていただいてますと。行くたびにですね、釧路から、花咲線、JR 花咲線乗りまして、電車に乗っていくと。そうするとですね、釧路とか隣の駅に泊まるたびにですね、どん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 いろんな生徒さんが乗ってきて、厚岸でじゃあねって一緒に帰っていくみたいな。まあ、結構ですね、花咲線自体が厚岸方面の、高校生にとっての、厚岸に住んでいる高校生にとっての、まあ、通勤、通学用の場所としても活用されているわけですね。で、そんな厚岸町ですね、私がそれで研修で行くたびに、駅前のゴミホテルさん、というところに、ホテルゴミというところがありまして、そこに泊めさせていただいているのは大変懐かしいなというふうにいつも思っているところです。で、厚岸町、有名なのは牡蠣で有名ですね。はい。厚岸といえば牡蠣、牡蠣といえば厚岸というところでございます。で、牡蠣の中でもですね、厚岸で生まれて厚岸で育つのを牡蠣レモンというそうですが、まあ、こちら、身が、引き締まっていて、プリッとして美味しいというのがあります。私ですね、実は生牡蠣食べたのって北海道来てからなんですよね。で、生牡蠣食べたの北海道来てから。それまでは広島の方にあるですね、広島が名物と言われている、まあ、牡蠣フライとかそういうのは結構好きだったんですけれど、生牡蠣普通に新鮮に食べれるものがあるんだっていう、結構これは北海道来て気づきましたね。で、厚岸の牡蠣、割と岩牡蠣と言われている結構大きな牡蠣だったりします。だからパッと見た時、これ牡蠣と思わなくて、何ですかこれって聞いた記憶があります。まあ、結構塊みたいな、そう、でかいんですよね。で、それを開けて、まあ、そのまま生でも食べれるし、焼いてももっと美味しい、みたいなところがあります。で、厚岸町実は牡蠣を3種類生産しています。さっき言いました、厚岸生まれ厚岸育ちの牡蠣エモンというもの。そして、丸エモンというのがあります。丸エモンって何かというと、三陸生まれ。そう、牡蠣は三陸で、結構作ってたりもするんですよね。三陸生まれで厚岸で育ったものを、丸エモン。そして、長エモンっていうのがあります。まあ、これが要はでかい牡蠣になるんですけれども、三陸で生まれ育って、はい、仕上げを厚岸で育つと。だからこそですね、まあ、味がダイナミックになるというところですね。っていう3種類の牡蠣を生産していますよというところでございます。これですね、道の駅、厚岸グルメパークであるとか、エウロコという会社、お店があるんですけど、そこでも販売しているところです。厚岸の観光名所の一つがこのコンキリエ、まあ道の駅、厚岸グルメパークというものが、厚岸駅の、ちょっと坂の上あたりにあるんですよね。まあ車だと、まあ道路沿いなんですごく行きやすい場所です。そこにもありますと。ここグルメも美味しい、本当に美味しいですね。生牡蠣ってなかなか食べる機会が、そんなにないという贅沢品でもありますので、やっぱこういうの食べれるといいなっていうふうに思います。だからですね、毎年行われている厚岸の牡蠣祭りにはですね、結構遠方からわざわざ集まってその新鮮な牡蠣を食べるというところがありますね。で、困るのはですね、その牡蠣祭りの時って、まあ、厚岸って基本的にですね、まあ、そんなに人口、まあ、9800人とそんなに多くないので、まあ、道路片側一車線だったりするんですよね。で、例えばその会場にあるところ、まあ、ちょっとですね、釧路方面とか行く場合は、橋を渡る、厚岸大橋という赤い綺麗な橋があるんですけど、そこを渡らなきゃいけないと。で、その時片側一車線なので、めっちゃ渋滞になるって言いますね。まあ、それぐらい、多くの人が集まるのが厚岸の牡蠣祭りですね。で、この牡蠣を生産しているのは厚岸湖という湖があります。これ何かと、汽水の湖なんですね。まあ、汽水というのは何かというと、海水と川の水、要は真水ですね。それが混ざり合う場所っていうところで、まあ、薄い海水みたいな。
な感じ、そういう場所で牡蠣はよく育つんですね。だからそういう厚岸湖があるからこそ牡蠣を育てることができるというところです。で、厚岸の面白いところはですね、水温が低いんですよね、年中通して。だからですね、牡蠣を一年中、その出荷調整、水温が低いんで、まあ、成長もちょっとゆっくりになると。だからこそですね、成長を調整することによって一年中いつでも牡蠣が食べられるというふうにしているんですね。だから厚岸行くとシーズン、まあ、一番美味しいとされているのは12月から2月と言われてますけど、そうじゃない時期に行っても普通に美味しいというところですね。で、厚岸町はですね、厚岸道立自然公園というところの一部になっています。まあ、これ厚岸の名前関してますけれども、釧路町、そして厚岸町、そして、浜中町、まあ、ルパンで有名な浜中町、この3つにまたがっている自然公園ですね。これ例えばですね、断崖絶壁がずっと、続いている場所、海のところもそうであったりとか、ベカンベウシ湿原であるとか、またですね、釧路町の釧路湿原、また浜中町のキリタップ湿原、そういったものも広がっている、そういった場所があるというところですね。まあ、このですね、ベサンベウシ湿原、ここにははい、タンチョウやオオジロなど多くの生き物が生育していますよというところでございます。貴重な高山植物も発見されているという、そういった場所なんですね。この川の、ここの湿原に流れ続いている川の源流に、そういった高山植物もあるよというところです。で、この厚岸町、まあ、主な産業としたら、やっぱ漁業がやっぱり中心だったりしますよね。鮭やサンマ、またですね、そう、昆布漁でもかなり有名な場所でございます。昆布も取ってたりします。ただ、なんといっても牡蠣ですね。厚岸行ったら、やっぱ牡蠣買って帰りたくなりますもんね。で、生牡蠣って結構新鮮食べれるのって結構時期の限、新鮮食べるのには結構ですね、本当に鮮度がいいものしか食べれません。そうじゃないと結構危なかったりすると。だからですね、そういった新鮮な牡蠣が食べれるので、まあ、厚岸行った時はやっぱ牡蠣を食べたいなというふうに私もいつも思っております。なぜか私いつも呼ばれる時期がですね、厚岸牡蠣祭りの直前なので、直前というか、その前とかだったりするので、もうちょっとのタイミングなんですよね。まあ、それはさておき、まあ、厚岸行ったらやっぱ牡蠣、やっぱり美味しいなっていうふうに思います。同等ですね、こういったグルメ、やっぱりそういうものが多いですね。特に釧路ってやっぱりですね、漁業町。漁師町っていうイメージがあります。だからですね、釧路に行きますと、まあ、サンマとかも美味しいですし、また鮭の生産、鮭とかも食べることができます。また厚岸行ったら牡蠣も有名でございますので、やっぱりそういうグルメを満喫できる、それが道東旅行の魅力だなというふうに思っています。まあ、釧路からですと、だいたい、さっきも言いました、40分から60分ぐらい車で走らすと厚岸町に行けますと。で、電車の場合でも厚岸駅きちんと止まります。で、この厚岸駅で食べれるですね、はい、かき飯といえば、宇治家かき飯弁当というのがあります。これですね、厚岸駅前宇治家待合所というところがありまして、ここがですね、はい、本当にかき飯弁当、本当に美味しいって言われてます。これ残念ながら私ですね、この、宇治家待合所が営業してる時間帯に厚岸駅に行ったことがないので食べたことがないんですが、本当これ美味しいらしいですね。だから花咲線のツアーを行く場合、まあ、釧路から出発していきますよね。で、厚岸通るときに事前に連絡しておくと、宇治家さんっていうその宇治家待合所というところの、かき飯、宇治家かき飯弁当、それがですね、電車まで届けてくれると。で、その場で支払いをして電車内で食べながら、そして根室についていくと。あ、そういう旅行やってみたいですね。はい。まあ、ちなみにこの JR 花咲線、ほんと観光用にも今結構アレンジしてまして、例えば観光名所に来ると速度ちょっとゆっくりにして、そこを観光客が見えるようにしていると。そういったところです。まあ、だからですね、釧路から根室が2時間半もかかっちゃうんですけれども、まあ、そういう旅情を楽しむというところですか。そういう道東観光をぜひ楽しんでいただける、そういったところに厚岸、氏、宇治家さんのかき飯弁当、そういうの行かれてはいかがでしょうか。で、道の駅厚岸グルメパーク、ほんと車だと行きやすいですし、駅からも近いので、まあ、ぜひ厚岸行った際は行かれるといいかと思います。で、厚岸もう一つ観光名所として、厚岸町海事記念館っていうのもあります。これはですね、人類の漁業との関わり、厚岸町との漁業との関わりについて学べるというところですね。まあ、お子さん連れて行って楽しいというふうな場所でもあります。ただここ見た目が面白くてですね、船みたいな形なんですよね。車で前を通っていくと、あ、確かに船っぽいな、言われてみたら、みたいな感じを、実感できるかと思いますので、ぜひですね、見ていただければというふうに思います。はい、っていうところでですね、はい、厚岸町、私も過去は結構好きな場所でございます。今年こそは生牡蠣をまた食べに行きたいなというふうに思いますし、
し、いつかですね、宇治へかきめし弁当を食べてみたいなというふうに思っております。ぜひですね、私もここまた行きたいと思っていますので、ぜひ皆さんも行ってみてください。こういった形の情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からですね、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。